流祭肝人正澄が、強化百物語より、のっぺらぼう、公表し、妖怪し、内表版記に描かれたのっぺらぼう。小井川春町作画。水木茂ロードに設置されている、のっぺらぼうのブロンズ像のっぺらぼうは、顔に、目、美、口のない日本の妖怪。また、転じで凹凸がない、平らな状態を形容する言葉。外見は人に近いが、その顔には目。 口がないという日本の妖怪である。古くから落語や講談などの階段や妖怪絵巻に登場してきた比較的有名な妖怪であり、小泉や雲の階段の無事名に登場する妖怪としても知られる。また、しばしば本書七不思議の一つ、置いてけぼりと組み合わされ、魚を置いて逃げた後に、のっぺらぼうと出くわすという展開がある。妖怪としての害は人を驚かすことだけで、 それ以上の危害を与えるような話は稀だが、話の筋立てとして、再度の解がよく用いられる。役のムジナが、表題からしてそうであるように、タヌキやキツネ、ムジナといった人を化かすという伝承がある動物が、のっぺらぼうの正体として明かされることも多い。また、肉塊の妖怪、ヌッペフホフと同一視されたり、それが伝承の中で変化したという説もある。 明和四年の怪談集、新説百物語には、京都の二条河原に、顔に、目鼻や口のない化け物、ぬっぺり、頬が現れ、これに襲われた者の,の服には太い毛が何本も、付着していたという、何らかの獣が化けていたことを彷彿させる描写がある。しかし正体が不明の場合もあり、漢文三年の奇談集、ソロリ物語では、京のお池町に身長七尺ののっぺら棒が、 現れたとあるが、正体については何も記述がない。民間伝承においては、大阪府、香川県の中田土郡琴波町などに現れたと伝えられている。以下は、小泉役の無事なのあらすじであるが、作中に、のっぺらぼうという言葉は登場しない。江戸は、赤坂の木の国坂は、日が暮れると誰も通るもののない寂しい道であった。ある夜、 一人の商人が通りかかると、若い女がしゃがみ込んで泣いていた。心配して声をかけると、振り向いた女の顔には目も鼻も口もついていない。驚いた商人は無我夢中で逃げ出し、屋台の蕎麦屋に駆け込む。蕎麦屋は後ろ姿のまま愛想がない口調で、どうしましたかと商人に問い、商人は今見た化け物のことを話そうとするも息がキレキレで言葉にならない。 すると、蕎麦屋は、こんな顔ですかいと商人の方へ振り向いた。蕎麦屋の顔も、やはり何もなく、驚いた商人は気を失い、その途端に、蕎麦屋の明かりが消え失せた。すべては、無事なが変身した姿だった。釣り人が息を切らして置いてけぼりから逃げ出すと、蕎麦屋の屋台を見つける。蕎麦屋の主人は何か作業をして、こちらに背を向けており、顔はわからない。 釣り人は恐ろしいことがあったと堀での出来事を話すが、蕎麦屋の主人は全く驚かず、振り向いた顔には、目も鼻も口もなかった。再び驚いた釣り人は今度は自宅に飛んで帰ると、何か作業をして、後ろ姿の女房は何をそんなに急いでいるかと聞く。息も、絶え絶えに女房に、のっぺらぼうにあったと話すと、女房はこちらに振り向き。 こんな顔だったかと目も鼻も口もない顔を見せる。驚いた釣り人は気絶した。木遥かの越美騒動筆記に、ある男が主人の言いつけでお茶を取りに行き、庭の木の陰に若き娘が立っていて、男が話しかけようとした途端に、娘が振り返り、その顔は真っ白で、目も鼻も口もなかった、とある。夜ン随録に見える、クレーナイ夫人という一辺ものっぺらぼうの話である。 西安門内の西十湖で酒を飲んでいた男たちの、うちの一人が放尿に行くと、赤い衣装を着た女が、地に鏡込んでおり、男がからかい後ろから抱きついて、女の顔を見ると、豆腐のように白く顔が曖昧であった、とある。無事なは、二度にわたって人を驚かせるという筋がての、階段の典型であるが、これは、サイドの怪と呼ばれ、他にも、シュヌボンや、大坊主などの話がある。 岩やさざ波による、大五苑などでは、のっぺらぼうは、ずんべらぼうの名で記述されており、津軽広崎の階段として、同様にずんべらぼうにあった者が、知人宅へ駆け込むと、その知人の顔もまたずんべらぼうだったという話がある。このような、再度の階の階段は、中国古典の送信機にある、夜道の階の影響によるものとされる。よさ不尊、不尊妖怪へ巻き寄り、 ぬっぽり、坊主凹凸がなく、すべすべした物体の形容にも用いられる。また、自分の考えや主義主張を持たない無個性な人物の形容にも用いられることがある。ありがとうございます。